死が年を3月28日から2005年11月25日は、日本の海軍軍人。海兵62期。最終階級は、海軍少佐。東京都出身。旧姓は四つ元大正3年、東京府で、四つ元健介海軍少将の三万として生まれる。本籍は鹿児島。父の健介は、海軍兵学校教官として、 山本五十六、豊田添村を教えており、子供の教育にも厳格であった。山口中学を経て、1931年4月海軍兵、学校62期に入学。同期に、伏見宮広秀夫がおり、伏見宮が掃除の時間に列に割り込んだ際、滋賀はそれを注意して、バケツを蹴飛ばした。その剣が殴ったという噂に飛躍して、多少の摩擦も生じたが、 後に、父の不法を受けた滋賀に帰宅許可が出たのは、伏見宮の計らいであった。1934年5月27日、海軍記念日に行われた、予告分隊長、現場実ル隊が率いる、特殊編隊飛行の講演を同期生と見学して、パイロットの道を決心にした。1935年11月17日、海軍兵学校を卒業。 小医候補生として、練習公開に出発。その後、遠洋公開を行う。1936年2月26日、2.26、事件に遭遇した。海軍法術学校生徒だった志賀は、基重小隊長を命じられ海軍省の警備に当たった。4月、海軍省委任官。12月、対28期海軍飛行学生を拝命。 霞ヶ浦海軍航空隊付け。1937年9月再帰海軍航空隊付け。戦闘機先週。1938年南京基地にて。左、黒岩年夫一等飛送。右、死が1938年1月南京の第13航空隊着任。日中戦争に参加。2月25日、戦闘機隊第二中隊長として。 南昌路栄防飛行場爆撃に向かう、中高機35機の護衛任務に従事。南昌市街地で、I、I-15、I-16 戦闘機30から50機、あまりと交戦し、この偉人で、I、I-151 機を撃墜した。8月、横須賀航空隊着任。12月、空母赤毛に乗り組み。 1939年11月、大分航空隊分隊長。同月、海軍隊員に進級。1940年9月、無雇用紙として婚姻、滋賀に改正。1941年4月、第一航空艦隊所属の空母加が、千人分隊長に着任。搭乗員には、作戦が明かされないまま、真珠湾攻撃を想定した訓練が行われる。 次の目標を推測する、搭乗員の中に訓練内容から、真珠湾ではないかと声にする者が現れ、第一航空艦隊参謀元多実中佐は、機密保持のため、搭乗員に作戦を知らせる許可を取る。10月末、源田参謀が冷戦で飛来して、滋賀たちに12月の真珠湾攻撃を明かした。シ賀は、現田参謀への気やさから、自分たちは堂々と、 艦隊決戦で戦っても勝てる自信があると発言した。源田三謀は余計なことを言うな。大体最初は片道攻撃の計画だったのだと答えた。志賀はそれほど深く検討されたのかと思う反面、下級士官に1ヶ月も前にこんな大事を知らせたことを疑問に思い、また以降は作戦への大きな重圧を感じたという。12月8日。 大東は戦争壁等の真珠湾攻撃に参加。滋賀は、板谷茂少佐率いる、第一次攻撃隊に、空母加賀第二制空隊長として出撃。零式艦上戦闘機9機を率いて、オアフ島飛行場に、最初の攻撃を行った。加賀戦闘機隊飛行隊長に着任。加賀は、昭和17年1月20日ラバウル攻撃、21日、カビエン攻撃。 22日、第二次ラバウル攻撃、2月19日、ダーウィン空襲、3月5日、ザワ海総統船などで、連戦連勝する。1942年4月、巡洋飛行隊長に着任。正規空母の加賀から、商用船を改造した巡洋への転任が不服で、第1航空艦隊参謀元多実中佐に抗議した際に、源田参謀から、 加賀館長岡田自作大佐と何かあっただろうと言われ、滋賀は部下に、加賀の看板上で体操することを許可して、岡田館長と口論になったことが思い当たったという。また、岡田はもともと上官に対して直言する滋賀の態度を、心よく思っていなかったようだったという。1942年6月、ダッチハーバー攻撃に参加。10月26日、 南太平洋海戦に参加。第一次、第三次攻撃隊を指揮して、米空母エンタープライズ及びホーネットを攻撃、大破させた。1942年12月、費用飛行隊長に着任。1943年1月、海軍航空技術省のテストパイロットに着任。前任者の巣を元成が滋賀は無茶をやるので、 戦場にいたら死んでしまうと心配して推薦した。滋賀は海軍航空技術省のテストパイロットが軍で最も真剣に当たった時期かもしれないと回想している。自然改めの設計者、菊原静雄は設計者と協力して自然改めを役に立つ戦闘機に仕上げたのは志賀少佐の力によるところが大きいと語っている。シ賀は テストパイロットを務めた経験から、烈風は使えない機体だと思ったという。冷戦の後継機とされていたが、冷戦を大きくしただけの機体であり、被弾面が大きく、防弾を考慮していないこと、またこの時期に必要とされた高高度性能や、速度性能より、格闘性能にこだわっていたことが理由だという。一方、 死で改めは何にでも噛みついていける、イノシシのようなおてんば娘と評価し、使える機体だと思ったという。シナノ飛行長に任ぜられたが、着任前に、シナノが沈没して中止。第343海軍航空隊時代、1945年春、松山基地にて、右、シガ左、 源田司令1945年1月第343海軍航空隊の飛行長に着任。滋賀がテストパイロットを務めた市電改めが集中配備された。滋賀は司令の源田実大佐と共に戦闘の指揮に当たる。滋賀にやたべ空への転任事例が来た際、源田司令が中央に掛け合って引き止めている。 志賀はまだ出撃するつもりで3人の飛行隊長に指導したが、3人ともバジトーといった様子であったため、それに逆らわず、3人に対し指令と直結して意向を聞き、思想を統一するように指示した。滋賀によれば、これは非常に良かったようだという。志賀自身も、かつて先輩の源田ダが赤城に来るとき、ゲより技術が下であるにもかかわらず、 同僚と共に、その着感を表情するといった増長があり、そのくらいの気持ちがなければ、戦闘機乗りなどは務まらないのかもしれないと語っている。こういった理由からシ賀は、地上で搭乗員の支援に徹することを決心した。第5航空艦隊が343空に特攻を、加盟した際、志賀は、私が戦闘で行きます。兵、hey, 学校では、すべて出しましょう。 予備士官は出してはいけません。源田司令は最後に言ってください。ただし条件として命令してきた上級司令部の参謀が最初に私と来るというなら343空はやりますと上申。源田司令も全くだと同意してその意思を上に伝え、それ以降343空には特攻の話が来なくなった。賀は、 特攻には反対で指揮官として絶対やっちゃいけない。自分が行かずに、お前ら死んで来いというのは命令の域じゃない。行くなら、長官や司令が自ら行くべきだと考えていたという。8月、大村基地で終戦を迎える。司令が終戦を確かめに中央に向かった際、残っている、市電改め18期で最後の総飛行を行った。8月19日、 中央で終戦の真意を確かめて戻った、源田司令は、滋賀に、高等五次作戦を明かした。滋賀は、参加者の選出方法を一任してほしいと、源田司令に許可をもらい、巡視官以上で、源田司令と受決する者を集めて、作戦を明かし、彼らで作戦を行った。後に滋賀は、川南工業に就職して潜伏したが、源田司令が、他の隊員と同じように、 シガと接するため、もう自分は必要ないと感じて辞任した。天皇制存続が決まると活動は終了。1953年鉄林温泉に解散のため集まった。シガによれば、人払いができなかったので現田指令の名言がなく、退院には十分に解散が伝わらなかったという。シガの提案で、改めて1981年1月7日、 東郷神社は楽殿に招集し、源田司令より、同志生存者17名を前に、高等五次作戦の終結が正式に伝達された。解散式は赤の連二2階で行われた。10月、大村基地において、米海兵隊第22航空団が、市電改め80機を、領収6機を、テスト飛行して3機を米に、サンプルとして持ち帰ることになった。 10月13日から15日までテストを行い、10月16日に運搬した。滋賀は34 343空隊員と共に、テスト飛行と横須賀への空輸を務めた。1953年、ノーベル工業に入社。警察官の護身装備、伸縮式特殊警棒、爆発物処理機材などを開発し、1955年社長に就任。 1994年会長に退くまで、務めた。滋賀は自衛隊や米軍から、たびたび招待された公演や式典で冷戦、登場員として、大好評であり、また、戦死者に対する慰霊活動にも務めていた。1989年2月24日、昭和天皇の体操の礼に、元日本海軍士官の代表の一人として、招待され。 胸ポケットに戦死した部下の名簿を忍ばせてご冥福を祈ったという、冷戦登場委員会の代表を務める。撃墜数を尋ねられた志賀は、単独撃墜は6機でございます。あと共同撃墜は、もっと多うございます。ある程度撃っておいて、まだ撃墜記録のない新山の列機に落とさせるんで、ございますと語っている。また、日本海軍に、エースといった称号はなく、 すべて共同戦果として考えるのが伝統であり、海軍パイロットが英雄のように取り上げられる、戦後の風潮に疑問を感じるという、2005年11月25日、死去、去年91、ありがとうございます。